これもね、3000、4000近くするものなんですけども、これもちょっとわからなかったですね。私のデータ上では、わからないクレームが次々と出てきておりまして、本当に悔しい限りですね。私のデータとしたことがね、このトラックの名前がよくわからないというね、非常に悔しいですね。これ、なんという、MAX っていうのはね、昔からあるアメリカにある大型のトラックの会社ではあるのはわかるんですが、それがどういう言われがあるトラックなのか全くわからないとですね、こんな悔しいことはないですね。で、それで、まあ、このトラックをね、ご紹介いたしますと、よいしょ、山田さんもね、まあ、これと同じの、要するに、トイザラスがね、閉店セールの時に買ってきたらしいのですが、おっとと、よいしょ、これですね。で、これは、これがね、まあ、トラックでして、Mac のトラックみたいですね。これが Mac の、会社のトラックでして、型が1957年製の、トラックになります。で、Mac って書いてあってね、こうブルドッグの絵がね、これ有名なんです、このトラックね。で、ありまして、朝Mac の方じゃないですかね。こういうマックってトラックがあって、それでこういう風になっている。で、こういう風になっている、まあ、トラックでございます。まあ、なかなかこのトラックも迫力があっていいなという風に、思いますね。ただ、このトラックは現在の段階ではどんな感じの言われがあるトラックなのかがちょっとわからないっていうのが本当に残念な、ところなんですが、まあ、本来この中に入っているのが、1956年型のフォード F100 トラック。F シリーズのトラックが入ってるはずなんですが、さあこれをどうやって開けるんでしょうかって、それが分かんないんですね、これね。ここにネジがあるので、ネジを開ければ、これが取れるとは思うんですが、これが取れたとしても、そうやな、この扉の、あ、分かった分かった、分かりました。この扉のところだな。うん。扉のところにこう開けると、あって、今開けたんだけど、この扉を開けると、ここにちょうど、ちょっと分かりにくいんですけど、ここに F トラックが入っております。で、これで、見分けがつけられるということでございまして、まあ Mac のトラック、これもまたなかなか迫力外があってね、非常にいいトラックになっているところが、気に入っている要素の一台ではあるかなといった感じで、なかなか面白いトラックですね。というわけで、どうもありがとうございました。